Welcome back. I am fairly confident that my buddy has already been kidnapped. In, like, record time. Oh, you're there. Okay. Yeah, let's get it. Alright, I was worrying for nothing. I guess that was just giving me time if I didn't want to progress the chapter. Yeah, because now it's nighttime. Ah, let's do it again. Ganjo no tsugi wa yamai ka. Koko no ajito wa bareta to kangaeru beki da na. Kasuga-san, ushiro kara mo. O hatsu ni o me ni kakarimasu.小国と発しまするはジャパンの東京カムロ町町のソープで産湯を使い姓は春日名は一番人呼んで浜の英雄と発します奇妙な絵にし持ちまして生き別れの母のためハワイエンジョイしてんなけどまあそんなことはどうでもいい俺の目的はそっちの男だ。Nice, you're for Kiryu. お会いできて光栄だ。桐生一馬さん。桐生。誰のことだ。嘘が下手なのも噂通りだ。ありがとうよ。今ので確信できた。あんたは。本物の桐生一馬だ嘘が下手ってのは俺も同意ですこれでも上達したあんたが早々死ぬわけがねえとは思っていたがこんなとこでお会いするとは思わなかった桐生一馬の首ヤクザにとってこれ以上の勲章はねえ令和の時代に戦国武将みたいなことを言いやがる。そう。誰にだって死は訪れる。ねえ。あんたにはそれが今から訪れる。楽しませてくれよ。桐生一馬。All right, Yamai, let's do. Dojima no Ryu to 一戦やれるか。願ったり叶ったりだぜ。俺の番だな。Appropriate slash ironic and poetic that he's weak to water. 手加減はなしだ。こいつは重いぜ。Oh my god, that's fast. You were not nearly as fast as your boss. And yet I still can't block. There, he can. This guy's dead. いつでもどうよ。もう終わりか。
attempt. I do have the... But then I can't throw it at the thing. I'll do this one. With benefits. Oh, increases base damage. Not for 4,000. Fuck that. Man, baby, patriarch. Oh my god. Why? I have so many questions. Let's dance, buddy. Fucked up the timing on the first one because I was laughing. Shit, Kyrie might drop. Alright, time to revive Kyrie. Who will Kyrie go after now? Or when Kyrie is gone, me probably? Now we die. Standing here. Kyrie. That voice actor must have had so much fun. Flipper to the liver. Oh, it's so nice if we kicked him into the truck. What? There's a siren driving by. Skills are silenced. Oh, I did it! And then I fell over. Yeah, you alright? I didn't realize that I can, like, choose where my heal is focused. That makes the heal skills so much better. Win. Toolbox Toppler. さすがは伝説の極道だ。と言いたかったんだがな。やり合って逆に確信が揺らいじまった。お前、本当に桐生一馬か？これがあの堂島の竜？あまりに張り合いがねえ。それとも噂が膨らみすぎた口か？誤解が解けたようで何よりだ。嘘が下手なのは確かなんだがな。山井さんよ、
もう富澤には手出すな。こいつは俺らの仲間だ。もうそっちには戻らねえよ。ああ誰だそいつ。興味のねえことはすぐ忘れるたちでな。俺が今興味あんのは桐生一馬だ。あんただけだ。偽物かもしれねえけどな。とはいえ今日はもう飽きた。また今度やろうや。そん時は本調子でいてくれ。じゃあお大事に。You guys missed one. 見逃してくれたってこと。見たいだな。病の野郎は桐生さんしか眼中にないか。ねえ、私たちこのまま桐生さんの部屋に行っても大丈夫なの？いや、こりゃもう場所を変えた方がいいな。どこかホテル探す？いや、多分今頃バラクーダも頑丈も目光らせてる。狭いハワイだ。少なくともまともなホテルで安全は保証できない。でもじゃあどこに行けばいいの？大道ジッパのセーフハウスがある。いざって時のとっておきらしい。いいんですか？そんなとこに俺らが行って。いいさ。あいつらは何でも極秘だなんだともったいぶるからな。本当にとっておきの場所なら俺には教えねえさ。行こう。すいません、キリュウさんにおんぶに抱っこになっちまって。いずれ返してもらうさ。さあ行くぞ。セーフハウスってここなの？キリュウさん。ああ、中は案外広い。この人数で押しかけても大丈夫だ。この辺だけ開発されずに残っちまったようなアパートですかね。一派の人間が何人か詰めてる。別に感じのいい奴らじゃねえが、俺は一応信用してる。わかりました。そちらが春日一番さんですね。どうかな。銃を向けてくる相手には素直に話せねえな。まあいいでしょう。どうせハワイでの我々は人でもなくほとんど無力です。春日さんの協力なしには仕事できませんから。I like how Tommy was the only one that put his hands up. 変に期待されたくないので言いますが、我々はここにいるメンバー全員です。え、これだけなんすか？たったの4人？今回の任務にあたっては、アメリカ政府の目を引かずに済ませたいんですよ。彼らはハワイに常駐してますが、日本からの出航は私と桐生さんの2人だけでして。Faction Agent Hanawa。俺の上司で花輪だ。偽名だけどな。当然の備えです。無断で第三者を任務に引き入れた挙句本名を堂々と晒すとは呆れますよ。こいつらは任務を全うするのに欠かせない奴らだ。現に茜さんの情報に一番近づいているのは俺たちなんだろ。
非常に残念ですが、それは認めざるを得ません。カスが一番だ。それと富澤さんと千歳さんですね。あ、私はさっき桐生さんと会ったばかりで、三田村英二です。どうも。この場所はあなた方に提供しましょう。ただし現時点であなた方が持っている茜さんの情報は全て教えてください。彼女を見つけて安全に保護することは私たちの共通の目標です。この場を使わせてもらうんで、そちらさんの言うことは聞かねえとね。春日さん、動画楽しく拝見しましたよ。ありがとうよ。ただ押村区はハワイ中の敵にあなたの顔が売れてしまったことですね。目的の茜さんにはこれっぽっちも近づけず、あなたを追う敵だけをいたずらに増やす結果となってしまった。おっと、手厳しいな。春日、そろそろ種を明かしてもいいんじゃねえか。ん？種？どういうことですか。お前、動画を撮るかどうか考えたときに、バラクーダ以外のマフィアの存在を確認していただろう。あれで何か別の狙いがあることは察しがついた。I wanted to get their attention so I could learn what they learned。頑丈や病がちょっかいかけてくるのも見越してた様子だったからな。え、そうだったっけか。さすが桐生さん、やっぱかなわねえな。あの動画にはもちろん茜さんから俺たちを見つけてもらう目的もある。それができればもちろんベストだ。でもそれとは別にもう一つ目的があったんだ。ん？あの動画を見て俺たちを狙い始めるやつをあぶり出すことだ。どういうことだよ。春日一番ってやつがハワイに来て生き別れの母親を探している。この情報に食いついて俺らにちょっかいかけてくるやつがいたら、そいつは結構な情報を持ってると思わねえか。あ、確かに一番の探してる生き別れの母親っていうのが、今ハワイのマフィアが躍起になって探してる茜さんと同一人物だって分かってるってことだよね。なあ、さらに俺っつうまあ息子がいるってこともきっと知ってる。その二つが揃わねえと俺をつけ狙う理由がねえ。結果どうなったかというと、バラクーダはトミーの脅しが効いたせいかちょっかいをかけてこなかった。病もあの動画を見てやってきたが、奴の興味は完全に桐生さん一択だった。茜さんのことなんて一切話題に出なかった。確かにな、あれが芝居とは思えねえ。そして唯一茜さんを探す手がかりとして俺にアプローチしてきたのが頑丈の連中だ。間違いねえ。あいつらは茜さんについて俺らも知らない情報を握ってる。あ、そうだよ、ずっと引っかかってんだけどよ、頑丈のやつら一番が茜さんの息子だって知ってたよな。この女を探してる。だからその息子を捕まえて女を誘い出す餌にする。確かに言ってたかも。ねえ花輪さんよ、確かに当初の狙い通りあの動画が茜さんに届けば一番良かった。でも次の一手の手がかりがつかめたのは結構いい収穫なんじゃねえか。なるほど。結果としてあなたの狙いがハマったことは認めましょう。ですがこれ以上の勝手な行動はぜひ慎んでいただきたい。次から気をつけるよ。いやスカッとしたぜ。なんだよ、そんな狙いがあるなら事前に言っとけよ水癖。外したら恥ずかしいからよ、こういうのは成功した時だけ言うんだよ。あ、ずるい。
さてと。問題は頑丈の情報源だな。そうですね。はい、サーシロの立場はずっと異人調だし、俺はここにいるみんなにしか言ってねえ。もう一つ、茜さんかその周辺のルートから情報漏れしたとも考えられる。何にしても頑丈から聞き出せばはっきりするはずだ。連中の情報源が誰か知れば、それは俺らにとっても茜さんを探す手がかりになる。ってことは頑丈の奴らをとっ捕まえて聞き出せってことですね。ああ、ただし下っ端じゃなくてちゃんと情報を持っている幹部でなきゃ無意味だ。あの幹部っていうか、頑丈とつながりがあるって言われてる人はいますよ。ネハンギシってホテルのオーナーでハワイの有名人。ネハンギシ？ええ、そこのオーナーが頑丈のボスなんじゃないかってアングラサイトじゃよく聞く噂話ですね。ちょっと待ってください、画像を探してみます。これですね、ウォントウ。ウォントウは世界各国の超富裕層がハワイに資産隠しをするときに重宝されているようです。そして彼がネハンギシを運営し始めた頃から頑丈も勢力を急拡大させました。ウォントウが頑丈の幹部級以上であることは確実でしょう。じゃあそのネハンギシってとこに乗り込むってわけか。無謀ですね。今言った通り、ネハンギシは頑丈にとってハワイの最重要拠点です。当然厳重な警備が敷かれていますし、ウォントウはドワイトよりもずっと切れ者で慎重派です。第五地区に乗り込むのとはわけが違うってことか。だがこうしている間にもハワイ中のギャングが茜さんを見つけようとしている。ハラワさんよ、なんか手はねえのか、ウォントウってやつに近づく手段は。うまくいくかどうか定かではありませんが、考えられる道筋はあります。あるんじゃねえか、もったいぶらずに最初から言えよ。言わないでいたのはそれくらい実用性の低い話だったからです。ですが状況が状況です。一応提案しましょう。ネハンギシの中にはハワイを訪れた富裕層のための裏カジノがあると。そして本当はそこが接客をしている。客としてカジノに入れれば本当と接触できるってことね。ゴールは分かったけど、どうやって。ネハンギシのカジノの他にも頑丈はホノルルシティの各所にカジノを設けていると言われています。そこで金払いのいい乗客であることをアピールできれば、ネハンギシへの入場が許されるかもしれない。向こうも転がり込んできた金づるをむざむざ手放すほど商売ベタではない。一軍監督に会いたきゃまずは二軍で頭角を現せってことだ。確かにハードルは高えな。それでその二軍用のカジノってのはどこにあるんだ。それがわからないのです。何？現地警察も頭を痛めているらしいのですが、カジノを開いているはずなのにその証拠を一向に抑えられていないらしいのです。どういうことだそりゃ。わかんねえけど、やるべきことははっきりしてるな。まずはそのどこにあるかわからねえ幻のカジノを探そうぜ。ま、そういうことだよね。だな。エイちゃん、おめえはどうする。私はここにいさせてもらっていいですか。その方が春日さんたちのお役に立てると思います。多分。ええ、構いません。わかった、何かありゃすぐに連絡してくれ。 Hopefully he's not betraying me too. ねえ、
Okay, then, just how do we go about finding one of these casinos? This is where our trusty pal Tomi comes in. Me, I'm as lost as you guys. Wait, if I knew where to go, I'd have been there already. Guess that's fair. Still, they've got to be somewhere in the city. I mean, one of your friends is bound to have heard a rumor or two, right? So how about it? Any of your buddies gamble? You think? You got this, Tomi? Or what, you don't know your own backyard? Yep. Hey, lay off, alright? Why don't we try the sushi place on Sakura Street? I heard their head chef's has been known to play a hand here or there. Plus, I guess whatever tourists are feeling lucky, he'll point them in the right direction. If my hunch is correct, he's definitely kept an open ear. Sounds promising, what have we got to lose? My man told me, I knew you'd come through. Okay, the sushi place on Sakura Street, let's head out. Any mission show up? Nope, yeah, we do have. Oh, and I can do the machine. Alright, how much money do I have on that? I have enough to summon Crab. So we have a vacuum. So let's do the vacuum. Throw my shrimp at this guy, and then see whatever this is. We have game plan. Professor, what do you got for me? We made it just in time. She's rebooted and become far more advanced. Please take a look. What am I looking for? 2.1. Sounds fancier. Now behold her true potential. Look there. We shall have her canvas this entire area and only vacuum up the trash, leaving everything else. So I'm assuming the goal is to leave the teddy bears. Will it all fit? Not at all, but that's the beauty of the incinerator function. Should just burn it, gotcha. Clean mode engaged. Cleaning mode activated. Ascertaining trash. You know how sad I'd be if I heard this song? Because I would have just assumed it was, Oh, that's impressive. I knew she could. Please don't hold back, Wardrobe. Let loose your praise. I would have assumed, like, if I hear this music, I would assume it's an ice cream truck. Oh, you missed some cans! Never reach your full potential. Proficiency will increase the more she learns. This AI stuff is really something. So what happens after she's done vacuuming? She'll return. I expect her back at any moment. Nah. She stalled. That's some sod. Come on home, dear. Trash detected. Trash detected. Incinerate those guys. You're new here, tourist. I hope it incinerates these two and leaves that last guy.人たらしてねえでさっさと払えやこのガキ。ゴミ発見。ゴミ発見。Well, he's dead. なんだこの化け物。おいおい、お掃除丸がチンピラ吸い込んじまったぞ。なんと、どういうことじゃ。あの店のハンバーガー、うまかったな。ねえ、食べ歩き最高。Oh no! That's that littering kid. Yep. 何食べに行こうか。ゴミ発見。ゴミ二種。Multiple types of trash in close proximity. I mean, it is sucking up trash. It's not wrong. No, また移動した。
おい、まさかあの姉ちゃんも吸い込む気じゃ。ん？この辺りは交通量が多いので気をつけてお通りください。あら、ありがとう。あいつ吸い込むどころか美人の姉ちゃんに媚び打って終わったぞ。そうか、どうやらゴミ識別 AI が進化して、ポイ捨てやカツアゲする連中を社会のゴミと認識して吸い込むようになってしまったようじゃ。社会のゴミって、だから何もしてない姉ちゃんは吸い込まなかったのか。むしろすり寄っていった感じだったが。まあそうじゃな、強いて言うなら音声認識モードの実験中に好きな話を語り合ったことがあって、その時わしが力説したお姉さんの話がお掃除丸のデータベースに強く刻まれたのかもしれん。さっきの人とちょっと似ていた気もする。修学旅行の夜みたいな実験してんだな。ともかく、このままではお掃除丸がゴミと判断したものは人や物問わず吸い込んでしまうのじゃ。ためにいくぞ、もじゃこ。たく、世話の焼ける掃除機だな。お掃除丸、一旦停止するのじゃ。おい、聞こえんのか。今度止まれと言ったのじゃ。確かこの辺に緊急停止ボタンが。ゴミ発見、ゴミ発見。え、博士、今度は一体何が起こったんだ。どうやら取り込んでから燃やすよりも先に燃やしてから取り込んだ方が効率が良いと進化した AI は判断したようじゃな。真面目に分析してる場合かよ。これじゃただの火を吹いて吸い込む兵器だぜ。おっと、そうじゃった。とにかく緊急停止ボタンを。お掃除丸、おい、しんちゃん、すぐな、頼む、もじゃこ、緊急停止ボタンを押してくれ。博士、くそ、なんか普通に吸い込まれちまった。もじゃこ、こうなったらもう無理やり止めるしかねえな。 Oh my god, I gotta fight it. 今、ついに、行きます。Tsujimaru version 2.1. このままでは町が焼け野原になるかもしれん。何でもきっちり焼けるように温度を2000度に設定しておってな。 The worst part is I gotta fight it to this music. Let's increase stats.If I summon somebody, we're not gonna fight that guy now. Because now I'm under 5k. Unless this rewards me. Men, baby, patriarch. Hit all three. I just realized it was level 27.どうした？調子出てきたぜ。あら、やつ撃ってばら。He has a flamethrower。ほら、来いよ。上達のパワー、出力最大。Jesus Christ。
I don't think I'm beating this right now. Do I even have any revive items left? Revive. Oh wait, but I have an ability. Hold on. Revive, there we go. Yomigaere. Senseo! Konjo, misete yare. He's fine. Ore no ban da na. Konai no? Bumper blast. Oh, don't kill me. Heal me. I need to live. I'm the only one that can revive people. I hate this fucking song. This is gonna be a long fight, assuming I don't die. The second it targets, Ichiro, I'm dead. Heal yourself. Actually, I should never target myself with that, because she'll run to the target, so she'll always be included in the heal. Yep. Oh, we lost. No. Shit. You clicked the wrong button. I need to stop mashing X when I die. Assuming I lost my money from that song. Boost my stats. Let's try this again. Yeah, I lost my money from the summon. Let's do some more, try again. Daredevil delivery boy. That's right, he also heals. That's good. That's good. That's good. Oh, it's immune to water. This one's weak to fire. This song is gonna be haunting my dreams. He's gonna hurt. Ow. It's not done. No, she's dead. Michitose. Oh,
Dry stun. Shit, this is the spinny. Oh no, it's not. Ah, fuck. Another dead. Okay, we need to do this at a higher level. Oh shit, when's the last time I saved? Well, this game had levels ago. Well, I'll see you guys next time. Bye-bye.